社長、その保険損してますよ。はい、それでは今日はですね、保険の費用についてお話をしていきたいなと思うんですけども、これですね、生命保険料控除、聞いたことないですか？年1回ですね、会社員の場合は会社から年末調整の流れでこれ書いてくださいねっていうので、自分が払ってる保険料の金額を記入したりすると思うんですけども、生命保険料控除といって、1年間に自分が入ってる保険で支払った保険料の部分を収入から差し引いて税金ちょっと安くなりますよっていう制度なんですよね。今日はこれについてお話をしていきたいんですけども、生命保険料控除とは何かって話なんですけど、これはですね、この3つの保険料に対しての税金の割引をしてくれるみたいな制度なわけなんですけど、1つがですね、一般生命保険料控除っていうのがあるんですけど、これは死亡保険とか学資保険っていう、これ生きてるとか死にましたとか生存または死亡に関係する保険なわけですよ。こういうものに対して支払っている保険料はいくらですか、でそれに対していくら控除しますよって話ですね。で、2つ目が介護医療保険料控除っていうんですけど、これは医療保険とか、がん保険、介護保険って言って、病院に行ったり、入院したりして、そういうことに関係する保険ですね。3つ目が個人年金保険料控除って言って、これは個人年金保険料ってもので払ってるものですね。これに対して控除されますよってことなんですけど、それぞれいくらまでっていうのはこれ決まってるんですよ。これを見ていただくと、全部でこれ合計12万円なんですよ。さっきのやつそれぞれ枠が4万円なんですね。4万円で合計12万円まで税金から割引しますよって話なんですけど、じゃあ具体的に一体いくら払ってたらどれぐらい控除されるのかっていうのを実際にちょっと計算していきたいんですけど、この表は国税庁のページ行っていただいたら載ってるんで、また調べていただいたらいいんですけども、それぞれの保険料年間いくら払ってるかっていうので当てはめていただいたらいいんですけども、例えば1番ですね、年間保険料がこれ3万円支払ってた場合、どういうふうに計算するのかっていうと、これ上から2番目の段が該当しますんで、2万円を超えて4万円以下の段を見るわけなんですけども、支払った保険料の2分の1半分プラス1万円が控除されますよってことで、この場合は3万円に 0.5 をかけて1万5000円にプラス1万円なんで、合計2万5000円が控除されますよってことですね。で、2番目はですね、例えば6万円保険料支払ったらどうなるかって話なんですけど、6万円の場合はその下の段ですよね、支払った保険料の4分の1に2万円を足してくださいってことなんで、6万円の4分の1なんで 0.25 をかけて、これは1万5000円になるわけなんで、1万5000円と2万円で3万5000円が控除されますよってことなんですよ。で、これ見てもらって何か思いません？保険料3万払ってるんですよ、1番は。で、2番は保険料6万円払ってるんですよ。で、税金から引いてもらえるのがこの数字なわけですよ。一致しないんですよね。それぞれじゃあ控除額のシミュレーションをもうちょっと具体的にやっていきたいなと思うんですけども、例えばじゃあ死亡保険、医療保険、がん保険、個人年金保険入ってますよってパターンで、年間保険料この表にあるように支払ってた場合、保険料の控除額ってのはどうなるかって話なんですけど、まず死亡保険3万円入ったら、さっきの例にあるように2万5000保険料控除されるわけですよ。医療保険っていうのはこれがん保険も同じなんで、同じ枠に入るんで、合計すると14万4000円本当は払ってるんだけど、保険料で控除されるのはもう満額の4万円なんですよ。で、個人年金保険っていうのはこれも12万円払ってるんですけど、上限の4万円が控除されますよってことで、合計でこれ10万5000円ですよね。で、この人は年間で29万4000円保険料支払ってるんですけど、控除額っていうのは10万5000円になるんですよ。もう控除される分の3倍保険料払っちゃってるわけですよね。約20万円ぐらいただ単にこう保険料払っただけになっちゃってるわけですよ。これを支払ってるのが会社員の方であれば、これでそうするしかないんですけど、もし例えばこれ会社経営者の人が自分で個人的にこういう保険に入ってたらどうなんですかって話ね。会社で入ることもできるわけですよ、会社を持ってる方っていうのは。法人の場合っていうのは全部が全部経費に入るわけじゃないですけど、解約返礼金っていうものがないものであれば、30万円以下まではこれ全部経費で上げれるんですよね。ってなってくると、個人で入ってたらこの表の真ん中の金額分しか、いわゆる経費みたいな形でしか捉えられないですけど、これを会社名義で、代表者社長にかけていたんであれば、これですね、死亡保険、医療保険、がん保険はこれ30万円いかないんで、全額経費に入るわけですよ。一番下の個人年金保険に関してはこれ保険積立金って言って、これ資産に入るわけなんで、これは別に経費でも何でもないんですけど、その他の保険っていうのは、この解約返礼金がないっていうのが条件ですけど、そういう該
当する保険で全部入ってるんだったら全て経費になるわけですよ。ってなると29万4000払ってるうちの12万円はもう本当にこれ資産性のあるもんなんで積み立てで上がってるわけなんで、それは保険積立金ですけど、29万4000円から12万円引いて約17万円ですね。17万円はしっかり会社の経費にして保険に入れるわけなんで、社長が個人的に保険に入るんではなくて経費に入るんだったら会社で入っちゃう方が経費的に有利だったりするわけですよね。ということでしっかりですね、法人を活用して保険のメリットっていうのを、まあ、その税制の部分も含めてメリットを最大化していけばより保険の意味が出てくると思いますんで、ぜひ保険に入る場合は会社で入った方がいいのか個人的に入った方がいいのかっていうのをですね、しっかりと考えた上で加入してもらえればいいかなと思います。はい、ということで今日は以上です。経営者の味方、上杉でした。